夢ラジオ第644回、今日は平成29年8月6日日曜日です。時刻は午前0時回ったところ。8月6日になったばっかりの真夜中です。こんな時刻に普通夢ラジオの放送いたしませんが、まあ今日は放送しましょう。ただしまあ夜なので声は潜めた感じになりますね。どうしても開け放した窓、涼しい風が入ってきます。クーラーなど必要ありません。夏の真夜中、街は眠っていますね。ただしマンション前の森、こんな深夜でもセミの声鳴りやみませんね。夢ラジオ644回目、今回は五代友厚取り上げます。五代友厚さん、幕末の人だけど、幕末といってもこの人は明治まで長く生きましたから、まあ明治の、幕末から明治にかけての人。大阪の商業を繁栄させる、その礎を築いた人。だから今でも大阪の商工会議所の前には五代の像が立っています。ただし、この五代さん語るにあたり、ちょっといろいろ謎の多い人物、もっと言えば怪しい人っていうんですかね、そんな言い方してもいいと思います。何がじゃあどう怪しいんでしょうか。しかもその怪しさは、何も五代さんが性格的にね、個人的にどうだったっていうんではなく、幕末から明治にかけての薩摩長州が持っていた怪しさでもあるんですよ。それをなんか体現した人物、この人ですね。坂本龍馬も怪しい人物じゃないですか、よく考えれば。長崎に派遣されて、薩摩藩からね。で、長崎の海軍練習所っていうのがあったんですよ。海軍練習所、幕末のことですよ。勝倫太郎もここで学んでいましたね。だからなんとなく同い年っぽい感じの。英語も身につけたようです、五代さん。で、当時の長崎、1860年代、もうジャーデン・マセソン商会がグラバーを派遣していたんですね。当然五代もグラバーの知識を得る。そしてもう早い時期から薩摩藩に武器が入り始めるんですよ、グラバー経由で。これはまだ1862、3年の頃、
禁止だったはずなんですけどね。いや、それだけでなく1862年文久2年に五代は上海に渡ってますよ。そして上海で高杉晋作とも会っていますね。でこの1862年の段階で国を出ることは国禁だったはずなんです。まだ鎖国してたんですよ。もちろん官吏丸でね、アメリカのサンフランシスコに行ったっちゃそうなんですけど、あれは政府が認めたもの、幕府が認めたもので、この辺全部密航なんですね。でどうして長州藩や薩摩藩のものがこんなことできたのかと、なんで五代がそもそも上海に行けたんかと、うん、高杉もね。だから長州と薩摩のものだけがこの時代外国に行けてるんですよ。例えば長州5っていうあの者たちは文久3年に出発していますね、ロンドンへ。文久3年のそれこそ長州藩が攘夷実行って言って外国の艦隊に砲撃加えてた5月、この5月に長州藩なんかは招集5を送り出していて、あれみたいな。でその長州5のね、出発する1年前の62年には高杉がなぜか上海にいると。なぜか。そして、そこに五代友厚もなぜかいると。歴史の本なんかではここが判明によりとかって書いてあるんですけど、判明も何もコネクションがなければいけないはずですね。その上海なんかどういうコネクションが、やっぱグラバー経由だったと思われますね。ジャーデン・マセソン経由と言いましょうか。そしてその五代が上海で高杉と何を語り合ったかも謎ですよ。ただ単に会ってこんにちはとか、日本人同士こんなとこで会うんですねとか、じゃあさよならなわけはなかったでしょう。何を話し合ったんでしょうね、五代は高杉と上海で。その場には五代と高杉だけだったでしょうか。他に日本語のわかるイギリス人でもいなかったでしょうか。そして日本の行く末なんかを論じたりもしなかったでしょうか。やがてその1863年長州藩が攘夷実行、ちょうどその頃に長州5が日本出たっていう話はしましたね。でそれが5月で、8月には薩英戦争、つまり、イギリスの海軍が、艦隊がね、錦江湾に入ってきてボカーンと鹿児島市内に、砲撃を加えたと。ただし市民はもう全部逃げてましたから無事だったんですけど、ただし鹿児島の町が丸焼けになりました。しかもこの時薩摩藩も気合い見せて艦隊に打ち込んでますね、砲台から。イギリスの艦隊も損害受けてますよ。でこの時その五代がね、もう薩摩に帰ってきてたんですけど、そのイギリスの艦隊に渡っていって、こんな戦いやめろって言ったっていう、そういう逸話が残っています。これもなんか奇妙ですね。そのどうやって艦隊に行ったんでしょうか。小舟で行ったんなら行ったんで、砲撃やってる最中だったらそのままボカーンってやられて終わりっていう、そもそも船に近づけないはずなんですけどね。ああ、この時寺島宗則とも一緒だったようですよ、五代は。1865年ですから慶応2年、
あ、慶応元年ですね、には薩摩から留学生がイギリスに出発します。だから長州藩に遅れること2年、あの薩摩からロンドンに留学、これも密航ですよ。ああ、さっきの長州5のうち、長州藩の5人のうち井上と伊藤はね、あの禁門の変を聞いて、あの急遽日本に戻ってきました。その禁門の変の後、長州藩の砲台が占拠されて、そこであのイギリスとの交渉に高杉晋作が出て行って、変名を使ってね、そこに伊藤俊介も乗り込んで高杉の古事記を通訳したと、ね、なんか前話しました、この話は。これがあの第一次長州征伐の後あたりですよ。要するに1864年ね。だからこの時には長州5のうちの2人、井上と伊藤は戻ってきてるんです、長州に。そしてこの時の通訳も伊藤俊介とりあえずはやってると。でその翌年の1865年、この辺りからあの薩摩経由であの長州藩に武器が流れ始めますね。とその頃に薩摩藩も留学生を送っていると。でその留学生の中にやっぱり五代と寺島いましたね。だから五代にとっては上海だけでなくロンドンも見ることになった。しかも長州5のうち2人帰国して、あと3人残ってますね、まだロンドンに。だからその残ってた3人とロンドンで出会った。ここでも五代や寺島はロンドンで長州藩の者たちと何を話し合ったんでしょうね。長州藩の送り出した長州5、このバックにジャーデン・マセソンがいた、これもはっきりしてますね。だからこの2年遅れてロンドンに行った薩摩藩の留学生たちも大方同じノリで行ったと思われます。要するに幕末の長州と薩摩の背後にはジャーデン・マセソンがいるんです。そしてそれはイギリスの、ね、国家としての意思を受けていたものと思われます。ジャーデン・マセソンは単なる一つの会社であったわけはありません。まだこの1865年、つまり五代たちがイギリスに渡った時もこれは密航、まだやっちゃいけないことだったんですよ。やがてその明治維新なり、五代もあの英語のできる薩摩出身人物として明治新政府で取り立てられるんですね。で大阪に赴任するんですよ。でその大阪で赴任して、まあ、ここで何て言いましょうか、外国で見てきたさまざまなあの商業の知識、それを広めていくことになります。五代はそのさっきの留学生だった時にあの株式会社の仕組みとか保険の仕組みとか、あるいは商社の実務等を習っていましたから、銀行の役割もね。ちょうど東京で渋沢がやったような作業を大阪で五代がやった、こんな風に考えたらいいでしょう。で今の大阪商工会議所を設立したのも五代であったと言われれば、なるほどと。だからあの明治の大阪の発展は、大きく五代に追うところ大きい。
明治が始まった当初の頃は大阪商人青生と生だったんですよ。幕末に多額の借金を大阪商人は借金っていうか借金を引き受けたんですね。さまざまな藩からで、藩は大丈夫だろうとね、藩に貸しときゃ大丈夫だろうっていうんで、大阪商人は藩の多額の借金をそれぞれさまざまな藩の引き受けたんですけど、明治新政府になってからその藩というのがなくなってしまって、つまり借金を返す継続性がなくなったことにより、もう大阪商人バタバタ潰れていったんですよ、豪商たちも。だからもしあのままほっといたら、その大阪が第二の都市になったというのはもなくて、もっと寂れた町になった可能性もあるんですが、まあ、そこで大阪の商業をもう一回復活させた、うん、それは五代の手腕が大きい、これは認めないといけませんね。だから今日放送の冒頭で怪しい人物みたいな言い方をしてしまいましたが、それは五代が性格的に怪しいとかそういうんじゃなくて、やっぱり五代たちが幕末からね、明治維新になる頃に、そのどう見ても彼らの後ろにイギリスがいるという、そういう点において、だから五代もさまざまな秘密を知っていたであろう、そういう意味において怪しいってことです。ですからちょうど大阪の町の商業を復興させるのに一役買ったっていう、この辺をね、やっぱり偉人として、ああこういうすごい人物もいたんだというふうに素直に表現してよいと思います。ただしまあそこで終わらないのが五代でですね、その大阪の商業を復興するのに貢献しただけでなく、明治の時代にはさまざまな、なんて言うんでしょう、鉱山の開発とか、あるいは開拓地ですね、その開拓地を手掛けたりもしました、開拓地の開拓ですから、これは高校日本史の教科書にも載ってると思いますが、明治14年の政変っていうのが起きたんですよ。明治14年の政変、1881年ですね。北海道の開拓地をですね、非常に安く払い下げたのは薩摩出身の黒田清隆。北海道の何の長官でしたっけ、北海道開拓の長官やってました黒田清隆がね。そしてそれの同じ同居人にね、その開拓した官有地をものすごい安い値段で五代友厚に払い下げたみたいな、これがそのなんていうか政府の汚職なんだってことで、しかも同居人を贔屓してるみたいな大問題になって、結局明治14年の政変だから、こんなとこにも五代の名前は出てはきます。だからやっぱり、まあ、清廉潔白とは言い難い。私は見てませんけど、なんか NHK のドラマで朝が来たみたいなのがあったらしいんですよ。でそこでは五代も出てきたらしくてね、なんか素晴らしい、なんか好青年みたいな、いやもう裏のある人物ですよやっぱり。だから五代友厚って言えばね、一言で言うなら政商って言った方がいいんですよ。政治家と結びついて商売を行う政商。だからちょうど岩崎弥太郎みたいな感じで、弥太郎もなんかほらどうしても暗い感じがつきまとうでしょう。お金は儲けましたが、三菱も作って、だから五代もそんな感じっていう、朝が来たのドラマはあれはドラマですってことね、うん。今五代友厚を人が習うとき、それこそさっき言った大阪の商業をね、礎を作ったみたいな、そんな習い方しますが、いやいや薩摩の人なんですよ。そして幕末からいろんなことをやってる人なんですよ。
それこそ薩摩経由で武器輸入して長州に流すっていう、あの礎作ったのも五代ですよ。あるいは明治になったらなったで、さっき言ったようにさまざまな国有財産っていうのかな、さまざまな国有財産を民間に払い下げるときに、なんか五代の名前が出てきますね。鉱山とか、さっきの開拓地とか、だからやっぱり大阪の商業を復興何々っていう、そういう面だけでなく、もっと大きな側面として清少、そして若い頃の幕末にはイギリスとの関わりですね。これは五代が手記でも書いてない限りは残らない話です。手記なんかありません。夢ラジオ深夜の放送となりました。今回は経済人という、そういうカテゴリーになるでしょうか。経済人、幕末から明治にかけての五代友厚取り上げました。まだセミは鳴いてますね。